はい、モザイクです。今日はですね、無キャ自由の休み期間の過ごし方というか、休み期間どんな思いで無キャ自由が過ごしてるかっていうことについて話していきたいなっていうふうに思います。無キャ自由っていうのは僕のことなんですけど、個性みたいなのがなく、かつ、ルックスというのも、その陰キャの世界で最底辺みたいな、そういう意味ですね。はい、陰キャは調べてください。陰キャは人によって定義違うと思うけど。もう話逸れちゃったんだけど、もうその話が下手なのもね、ちょっと私の IQ の低さが影響してるかなっていうふうに思うんだけど、休み期間って確かに幸せなんだよね。なんかそのやんないといけないこと、特にその大学生って宿題とかないし、楽なんだけど、ただ、なんか辛いことが一個あって、それは、この休み期間が永久に続かないっていう不都合な真実を知ってしまっているために、休みが明けることが非常に嫌で嫌で憂鬱で憂鬱で本当に仕方なくて、むしろ早く休み終わってほしいっていうふうに思っちゃうんだよね。なんでかっていうと、休み明けたら、辛いんだけど、なんか矛盾してるように聞こえるかもしれないけど、矛盾してなくて、辛いんだけど、その辛い大学があるとか、テストがあるとか、課題があるみたいな、その辛い状況が、理系とかだともう本当に辛いと思うんだけど、文系レベルの辛さだと、なんか、今やるタスク、目の前のことを処理してる、そっちに気が行くから、そう、辛いっていうふうにはあんまならないんだよね。どっちかっていうと、その休みの期間の方が時間があって、何でもでき、なんだ、何してもいいみたいな感じだから、特に外なんか出るとさ、みんななんか楽しそうに、いや、わかんない。本当は実は人生辛いんだけど、気丈に振る舞ってるだけだったり、友達と遊んで気を紛らしてるだけなのかもしれないけど、でも客観、なんか外から見ると、すごい楽しそうになんかわちゃわちゃしてるのを見て、でも自分はそういうことをする人もいないし、なんかそういう話し方がちょっとキモくて申し訳ない。しないし、だからといって、なんかその、自分がすごいこれをやるんだ、みたいなことも、YouTube すごい、編集すごいハマってた時とかはあったけど、それもないし、じゃあどうやって過ごすかって言ったら、作品をひたすら消費して、現実逃避するしかないね。漫画とか、でもなんかその連載ものとか俺よくさ、読むから、小説家になろうとか。もうね、連載、もう全部読み切っちゃってて、連載待ちの状態なんだよね。新しく新規掲載待ちだから、もう、それもなんかさ、当たり前だけどさ、休みがさ、なんか1週間ありましたってさ、7日間でさ、毎日さ、新しい漫画連載されるかって言ったら、小説家になろうだと2日に一遍とかの場合もあるけど、基本ないからさ、それでずーっと、その現実逃避できるものないから、じゃあどれ見ようか、どの作品があるかなとか、やってるともう時間が経つしさ、でもやりたいことがある時もあるんだけどさ、それやってるとさ、今度さ、作品が消費できないとか、休みがあるって言ってもなんか悲しみいいことじゃないんだよね。もう終わるって分かってんだよね。だからずーっと休みですって言われたら、ああ、もう最高ってなるんだけど、最高ってなる、そこもちょっとむずいな。でも今の生活より全然いいね。ずーっと休みですの方が、この後休みが終わりますの、ね、休みよりも、なんかその生殺し状態っていうか、なんか生殺しとはちょっと全然逆だな、むしろ逆で、なんかそのギロチンが、で、この後死刑、だから執行猶予みたいな、執行猶予のような、死刑判決が出たけど、死刑は執行されてない、その執行待ちの、なんかその拘留されてる期間みたいなのにすごい近いかもしんないな。もうこの後嫌なことが起こるっていうのは分かってるのに、それを避けることができないし、それをひたすら黙って待つことしかできないっていうね。ああ、やっと言語ができた。そうそうそうなんだよ。だから俺もね、社会人になるの嫌だなーって思うんだけど、それも同じでね、絶対避けられないね、もう、イベントってほどなんかいいことじゃないな。事件なのに、それに対して対処しようがない。仮に俺がね、就活何もしてないけど、俺は。就活して、ちょっとは年収高い企業に行ったとしても、結局、社会人にならないといけないでしょ？社会人にならないって選択肢がないから、なんか、
わかんない。その、日本の法律が、この1年でガラッと変わって、ベーシック、ユニバーサルベーシックインカムを全国民に導入しますみたいな。月20万配りますとか、そういうのだったら、20だとちょっときついが、23万だから、初任給とかとより高いぐらいが、23万配りますとかだったら、ああ、もう、働かなくていいや、社会人にならなくていいや、ずっと寝そべって、納豆ご飯はちょっとあれだけど、まあなんか、冷凍食品と、漫画、アニメ、ドラマ、見まくり、ウェイじゃないな、イェイ、みたいな感じになるんだけど、そんなことは多分おそらくないでしょうね。岸田文雄はそんなことはしませんよ。まあ別に岸田文雄を責めてるわけじゃないんだけど、まあ、あとはなんだろうな。なんかスイスみたいにさ、安楽死マシンみたいな、これ YouTube で喋って大丈夫？安楽死マシンみたいなのが導入されて、で、それでなんか日本で誰でもさ、申請すれば、それ使えるようになったらさ、俺今までさ、親に、お年玉とかって親がなんか全部回収したから、その、なんか将来、お金が必要になった時のために貯金しとくみたいな、謎の口実で集められてから、そのお金全部使って、で、その、スイス製のその安楽死マシンの中に入って、まあその後は何も言わない。それは言わないよ。それはちょっと YouTube 消されちゃうから言わないけど、まあ、その後はご想像にお任せしましたね。で、あともう一個あるかな。まあ一番確率これも低いんだけど、一番低いね。YouTube がなんか突然100万人とかになって、なんか月なんか30万ぐらい収入が入るみたいな。安定してね。で、まあでもそれも結構地獄なんだよ。YouTuber がさ、大変だってことはさ、俺もなんか、ちょっと分かってるっていうか、もちろんなんか、その状態になったことないから分かんないんだけど、なんかね、知り合いがなんか、レテンジャラムがいいな、みたいな、羨ましいな、みたいなこと言ってたんだけど、レテンジャラムも大変だと思うんだよね、やっぱね。まあ俺もちょっとかじっちゃったから、YouTube。全然の、レテンジャラムの900万分の1ぐらいしか伸びてないんだけど、いや、もっと伸びてないかもしれない。1億分の1ぐらいかもしれないんだけど、でもやっぱその大変さみたいな、その、いつ、チャンネルバンされる、特にレテンジャラムはさ、まあ俺もそうだけど、いつチャンネルバンされるかわかんないしさ、広告剥がされるかもわかんないしさ、訴訟ぐらいなら動画ネタになるかいいかもしんないけど、何起こるかわかんないしさ、うん。まあでもレテンジャラムと、俺やってること結構似てるよ。なんか、レテンジャラムみんなさ褒めてるけど、あの人もさ、TikTok っていうその場所からさ、こう、YouTube に輸入してきてさ、密漁して、しかもその密漁するんじゃなくて、なんかそれを晒し上げるみたいなね。私よりも全然もっと、まあ私も怖いかもしれないけど、私より全然怖いことしてる。確かにでもそれで好かれてるけど、でもまあ結構いろいろね大変でしょ、それは。さっきも言いましたよ。バンされるかもしんない。だからいつ収入が減るかも、だからわかんない。なんかレデンジャラムの広告単価みたいなのが、急に下がる可能性。なんか失敗構造が話してた。なんかそのアンチコメ、なんかアンチがめっちゃ増加した時があって、その時に広告のあれが一気に下がって、もうなんかもう結構もうでかい減収になりましたみたいな。あ、減益になりましたみたいなこと言ってて、収益減ですって言ってたけど、俺も収益化しちゃったんだよ。だからなんか本当に収益化する前はもうなんかもう適当でいいやだったのが、収益化したことによって、ああ、飼育止められるかもしれない。飼育止められるかもしれない。もう1分ごとぐらいにそれがずっと頭にこうバーってきて、もうなんかもういても立ってもいられないみたいな感じだよね。って感じで、なんか結局、なんか何言いたいのかわかんないんだけど、まあ休みは不幸を呼ぶし、収益化もまた不幸を呼ぶって、そういう話でした。以上です。